メッシュフュージョンはバージョン102から幅が薄いメッシュとの組み合わせ、また解像度が極端に異なるようなメッシュとの組み合わせが可能になりました。サンプルとして解像度が低い単純な薄い箱状のメッシュを作ります。リポータイツールで適当にすごく幅が薄い 立方体を作ってみますこの立方体に対してサブディビジョンをかけます。そうすると、こういった非常に単純な形状ができました。これをメッシュフュージョンで組み合わせていきます。フュージョンモデルのタブへと移り、サンプルとなるようなモデルを選択します。 アイテムモードへと切り替え、この2つのオブジェクトを選択した状態で、新規フュージョンのボタンをクリックし、メッシュ同士を足し合わせてみます。そうすると、バージョン101までは、このような2つのメッシュを組み合わせると、片方の面がきちんと組み合わせができない場合がありましたが、バージョン102では、 問題なく組み合わせることができるようになっています。また、現在、このツリーモデルでは、モデルを組み合わせて足していますが、この薄いメッシュの方、こちらの方ですね。この薄いメッシュの方で減算すると、切れ目を作ることができるようになります。 薄い飯の方をアイテムを選択しツリーモデルから原算のノードの上へとドラッグドロップして組み合わせを変更しますそうするときれいに切れ目を作ることができるようになりました101まではビデオ切れ目を入れるにはでご紹介しているようにインスタンスとノードとを組み合わせて切れ目を作っていましたが102では 3モデルで現在に指定するだけできちんと切れ目を入れられるようになります。このフュージョンアイテムをメッシュへと変換してみましょう。フュージョンその他のボタンからフュージョンアイテムを編集、こちらのボタンをクリックし、メッシュモードを密閉、ファイナル、パート付き、こちらのオプションに指定します。 メッシュを複製し変換、こちらでメッシュを生成してみましょうそうすると元のメッシュの方を非表示にして見てみるとこの切れ目が入った上側のポリゴンこちらを選択して上に移動させて見てみると断面もきれいに。 メッシュが作られているのがわかります。この切断面も特別な工夫を凝らすことなく非常に綺麗に生成されていますので101よりもさらに使いやすくなっているかと思います。